ソウル特別市内の一観光大橋は、大韓民国ソウル特別市の観光に架かる橋。北岸の立山区観光路と南岸の道弱区、路両津道とを結び、国道1号線が通過している。橋の中間には、ノドル島がある。開通は1917年で、観光を渡る初めての道路橋であった。1900年、経費都市鉄道会社により、観光最初の橋として、 観光鉄橋が仮設された際、線路の片側もしくは両側に歩道を設けるという案があった。しかし、この際には工事費を理由として歩道は設けられなかった。当時は民間が用いる自動車は存在しておらず、川を渡ろうとする者は船を利用していたので、道路橋を架ける需要はなかった。しかし、自動車が輸入されるようになると、川を渡る道路橋建設の需要も増加した。 1912年、朝鮮総督府は人道橋の建設計画を策定。1916年3月に着工され、1917年10月に、竣工、徒歩と車両での通行が可能になった。建設当初の観光人道橋は、路両津川の大橋440メートルと、立山川の小橋188メートルからなっていた。1925年7月、 洪水のために小橋が流出。1929年9月18日に小橋が再開通するとともに幅が18メートルに拡張された。1935年10月、大橋が再建設され、開通、電車が敷設された。1950年6月28日、朝鮮戦争中に韓国軍によって爆破され、避難民に多数の死者を出した。 1950年10月に臨時復旧されたが、1車線での通行となった。観光大橋が機能を完全に回復するのは1958年5月15日で、ある。1982年2月27日、観光大橋新橋が開通し4車線から8、車線に拡張された。ありがとうございます。